ここが自由参加のステージ。キッチンカーコーナーよ。好きなものを何でも食べられるわ。何でも？何でも大好き。そしてじゃじゃん、あなたたち専用の超豪華なテント。ありがとうピップ。あと機材と衣装が揃えばロックできるぜ。これ本当の本当に全部必要なのか？エレクトリックブルーはスターなの。彼らが必要だって言えば必要なのよ。機材が、幸運のパンツがなくなった。ピンチが、超豪華なテントが。またこんな穴開いて、かわいい。その超豪華テントはもう使えないから、代わりにスーパー超豪華ビップルームをご用意したわ。ザ・ベアストリーム。ボタンをポンと押すだけでこの通り、史上最高のキャンピングカーになるんだよ。エレクトリックブルー、舞台へどうぞ。まあ予定通りにはできないよな。必要なものが全部穴に吸い込まれたんだ。でもいいや、行こうぜ。やっつけでやるきゃない。ねえ待って、素晴らしいライブをやるために使うものを私たちが用意するのは何もないよりはマシだろうな。エレクトリックブルー、舞台へ来て。ねえこれ聞こえてるの？お客が待ってるよね。ご心配なく、僕らにお任せあれ。よろしく、ブライドルウッドストック。泥だらけの衣装じゃとても演奏できないぜ。新しい衣装、了解。それに、たてがみも最悪。匂いもね。私に任せて。あと全部乗せのベーグルも欲しいな。ほら、エネルギー源。ベーグル1個に全部乗せちゃうの？いいポニーに頼んでくれたね。みんなやろう。私たちの肩にかかってるのよ。そのひずめに。考えたらショーの直前は食べない方がいいんだ。ねえこれって間違いなく爆発するわよ。これじゃ舞台に立てない。ショーは中止する。悪いなピップ。ねえ待って、なんとかする。衣装を作り直すよ。あと部屋も超豪華テントもね、ピップ。いいえサニー、音楽は衣装やヘアスタイルや豪華さなんて関係ないの。心の輝きをみんなと分かち合うこと。ブライドルウッドストックもそのためのものよ。見た目も匂いもひどいかもしれない。でも今ヒッチが舞台に立ってなんとか。すごく受けてるみたいね。それじゃあセレブなポニーをなんていう？お嬢。ヒヒー。私も舞台に立ってショーをやるわ。みんなを楽しませるのよ。私やるよ。ピップの言う通り、全部を完璧にしようとしてこだわりすぎた。仲間が一緒にいればそれで完璧なんだ。まあ少々汚くてもな。ありがとうピップ。さあエレクトリックブルーロックしようぜ。ユニコーンの好きな食べ物はもちろんウニとコーンだ。行くぜブライドルウッドストック。イエーイ。